小崎チャンネル。じょ。こんにちは。さあ今日も始まりまして、はい、サバイバル嘘だっていうところを検証しようというね、はい、この企画、はい、今日はですねオリックスと広島です、はい、オリックスはサバイバルよ空いてる、はい、うん、中島監督もサバイバルって言ってましたけど、はい、横一全員横一線、はい、まあでも嘘だけどね、まあ吉田正尚は、はい、もう、うん、あのもしオリックスの選手がね、うん、マラソンで言ったらスタートライン用意って言ったら、はい、でも吉田正尚は用意って言った瞬間に、はい、もう1位の表彰台で君が代を聞いてると思うメダル下げて、はい、もういやただあのもうそれは納得怪我してない限り出ないことはないですね。そうそうそう、もうだからもう表彰台、うん、用意って言った瞬間に表彰台立った決めたり下げてますね、うん、そう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 、はい、あともうあのピッチャーで言うとね、はい、あの山本由伸とかはもう用意って言った瞬間に、はい、もうえこれ何の大会って言って家でテレビ見てるこれ何の大何の競争みたいなもうはい、それはそうだと思います、うんうん、っていうぐらいで、はい、野手で言うと、はい、ライト、レフト、うん、吉田はもう決まってるね、はい、一つ、うん、あとはサバイバルですそこだけ、はい、俺はショートもね、はい、俺足立で行きたいんだよ、うん、やっぱいいんでね、はい、でも、うん、ちょっとあの病気がちなところもあるし、はい、やっぱそう全試合出れないっていうところで、うん、やっぱそこサバイバルになっちゃうじゃんね、はい、能力的には俺はもう足立が固定で行きたいけど、はい、状況的に固定で行けないから、うん、やっぱサバイバルになっちゃうじゃんね、はい、で外国人も、はい、ロメロが帰ってくる、はい、だからまあ DH とかにね、はい、入っちゃうのかな、まあ、DH か外野かって感じですね、うん、でジョーンズ、うん、モヤ、おお、そうだ、3人使うとモヤがファーストか、だからロメロ、ジョーンズ、どっちかが DH ですね、 DH でジョーンズレフトかライトで吉田がレフトかライトみたいな、うん、なるから、まあ、外国人がどうなるかはあれだけど、はいはい、でもあの全部で5人しか取ってないから全員1軍登録できるから、あ、そうですね、これ全員1軍いると思うの、本当だ、ヒギンス、モヤ、ジョーンズ、ディクソン、ロメロ、うん、だ全員行くから1軍に、はい、だからあとはもうだってサードもね、うん、なかなかっていうね、はい、去年頑張ったけどね、大下、育成からね、はいはい、1打席目でホームラン打って、はい、で外野もね、うん、杉本とかいるけども、はい、まあ絶対っていうのはね、うん、もう吉田しかいないんだよ、うん、そう思うとそうですね本当に、うん、あともう全サバイバルよ、福田、はい、西野、うん、後藤、大城、はい、太田、うん、大下、佐野、はい、小田、うん、T、中川、うん、杉本、もう確かになんか固定されずみんな出てるイメージ出てるでしょ、はい、だからもう、うん、最強にいいチーム、そうですね、選手にとったら、はい、だからちょっと頑張ったらすぐレギュラーよ、はい、でキャッチャーも、うん、若月、はい、伏見、うん、頓宮、はい、とかでも去年は若月選手序盤すごい良かったとしても、で後半伏見が良かったから、はい、だからまあどっちがスタメン取るか分かんないですね、うん、だから、うん、レギュラーになるためのサバイバルは、はい、もうピッチャーのけたら8ポジション中7ポジションです、はいはい、うわーすごいいやでも頑張りがいがあるあるでしょ、本当にもうちょっと頑張、うん、もう本当オリックスの選手は、はい、マジラッキーよ、うん、今の時代にいて、はい、だってもう頑張ろう神戸 の、 あのブルーウェーブの時だったら、うん、はい、もう空いてないよポジション、はい、ノーサバイバルよ、はい、正直、うん、それがだって外野田口元西一郎だから、はい、最強の外野の布陣って言われて、はい、で外国人にあのニールとかいたりして、うんうん、もう出るとこないよ、そうですね、いやだからドラフトで入った選手とかもよっしゃって思ってる可能性があるから、ね、も今最強にいいチーム、うん、はい、もうちょっと頑張ったレギュラー、はい、こんな最高の環境ないよ、うん、唯一、はい、レフトかライトだけ王様が座ってるから、はい、それはもう無理だけど、あとまあ外国人も入ってきちゃいますよね、うん、あとはそのモヤ、ロメロ、モヤ、ロメロで、あとはジョーンズ、はい、この3人をどういう風な形で組み替えるかによってポジションが変わるけども、はい、基本、うん、フリー、そうですね、内野も誰がどこにやるか分かんないですもんね、うん、だからもういいよ、最強よ、うん、頑張り時、はい、頑張ってレギュラーになれることなかなかないんだから、はい、普通はね、うん、俺いつも言ってるんだけど門番が立ってるの、はい、これ門をこのお城の中に入ったらレギュラーっていう時に門番が立ってるわけよ、はい、で門番を倒さないとレギュラーっていう場内に入れないわけ、はい、でもこの門番が強いわけよ、はい、だからそれなかなか勝てないからレギュラーっていうお城に入れないわけじゃん、はい、それが今オリックスの場合は門番はいない、はい、門も空いてる、はい、だから誰がもう早くたどり着けるかみたいな、そうそうそう、だけだけだけ、うん、もうあのチェックだけよ、はい、そこに受付がいるから入りますみたいな、はい、ああその能力じゃ入れませんって言われるだけで、あ戦わなくていいのよ、は
はい、順番に来てチェックだけされるだけ、はい、能力のだドラゲ能力そのチェックの表の能力を上げられるかっていうそうそうしかも来る人の中で一番高かったらいいから、はいうん、最高よ門番いないんだよ、はい、門番倒すのが大変なんだからいやだからまあ言えば本当にその決まってる人たち以外は横一線だからもう頑張りそうそうそう、ね、頑張るば頑張るほどって感じですね、うん、だからジャイアンツとかで言うとね、はい、ショート坂本っていう門番立ってるわけ、はい、強靭な、うん、坂本倒さないとショートの場内入れないんだよなかなか入れないからね心折れそうですねそれで最後ね晩年になったりしていったら弱くなってくるのね、はい、門番が、はい、もう戦えないかもみたいな、はい、そんでやっと勝って入れるわけよ、うんはい、あとはちょっともう門番立てないんで、うん、世代交代でちょっともう門番やめますって、うん、上げとくんで入ってくださいみたいな感じになって入れるのに、はい、今オリックス、うん、門番いない最高じゃないですか、 だから頑張り時よ、うん、今もういつ頑張らないといつ頑張るのね今でしょさすがっすね空気合ってきたっすね今絶対来ると思いました絶対もう今来ると思ったので用意してきました、はい、もうね言わなくても青の呼吸でね、はい、だからオリックスの野手はもう、まあ、吉田と外国人以外はもう全部フリー、はい、もうサバイバル、うん、だから中島監督が言ってるのは正直、はい、ほぼ正しい、はい、吉田選手以外正しい、うん、そう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 、はい、で投手は、はい、先発はね、うん、山本山岡、はい、田島、はいここは確定だね。そうですね。うん、どう考えても、うん。で、ディクソンが先発に回る説もあるから、うんうん、ディクソンが前なのか後ろなのかによって、はい、先発かとどうなるのやろうっていうね。はい、あと山崎幸也も、うん、まあ防御率悪いんだけど、ね、まあそこそこ投げて頑張ったっていうところもあるし。榊原通して何勝したんでしたっけ？榊原は一勝。一勝か。で鈴木とかね、長役とかね。はい、そこら辺は微妙なのよ。あと宮城。はい、あ去年でもサバイバルだね、はい、で増井も先発来るし、うん、3枚は確定だね3枚空いてるで中継ぎが、まあ、ヒギンス、はい、でディクソンがどうなるか、うん、沢田、はい、斉藤、うん、山田、うん、漆原、うん、吉田、はい、これ名前挙げとかないとさ、はい、あのロッテの時さ、はい、菅野を言ってくれてないとかってさなるじゃん、はい、あのもうだから全部言っとこうと思っていや言うやん、まあ、そうですね名前でも挙げられてないみたいなやっぱその人のファンだったらあ名前出たってなりますもんいや覚えててくれてるってなりますもんだから今ちょっと全部言ってんの、はいまあ、候補とか荒西とか、うん、吉田、はい、とかまあとりあえず言ったけど、うんはい、だからまあ、うん、5人ぐらい空いてるねそうですねピッチャーも、うん、だからそこサバイバルだね、はい、5、6人空いてるかも、うん、全体的にまあうん、そうだ6人、7人ぐらい出る、はい、だからもう投手も野手も結構門番いないよもう空いてます入りやすいですね超入りやすい、うん、そのレギュラーっていうお城に、はい、でもだからこそ本当に開幕スタメンが誰になるのかっていうのは楽しみですねそうだから1日からもうガチ勝負よでしかも監督がね、まあ、中島監督に正式にね代行じゃなくて決まったわけじゃないですか、うん、で組織組閣もできて、はい、っていうところでねここ行きやすいわけ、はい、組織も新しくなったから、うん、だから今本当頑張んないと、はいここで取ったらあと長いんだから本当ですね、うん、今年勝ち取ったら長くいられるかもしれない、うんうん、だからそこら辺はまあ頑張ってね、うん、キャンプに臨んでもらいたいなと、はい、だからオリックスは結構本当のサバイバルチームはい、はい、サバイバルチームナンバーワンですねそう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 、はい、別にあの悪いことじゃないからねめちゃくちゃ選手にはやりがいがあるチームですよね、うん、で続いて、はい、広島、うん、広島はですねライトは決まってるですね、はいうん、セカンドも決まってるですね、はい、でキャッチャーまあ、普通に対沢だね、うんでまあ、そこでまあ間を見ながら坂倉とか使おうかなっていうね、はい、ところでファースト松山も、うんまあ、決まってるよね、はい、普通にいけばショート田中2割5分1厘、はい、まあでも普通にいったらかな、うん、確定かな、はい、普通にいったら、はい、サード堂林、うん、あ堂林もう確定か、うん、まあまあ頑張らなきゃいけないよ去年のあの感じだったら頑張らなきゃいけない、はい、だからサバイバルなんだけど、はい、だから田中康介もちょっと最近落ちてきてる、はい、でまあ堂林も去年1年、うんうん、だから確定じゃないけど、はい、マラソンで言えばね、うん、一番簡単だから俺常にマラソンで表現するけど、はい、マラソンで言えば用意ドンでスタート位置行く時に、まあ、田中と堂林は半分いってるね、うん、でちょっとアドバンテージはあるね、はい、でもそこからまた頑張らないと追い抜かれるね、うんはい、パターンも出てくるんでノロノロしてたらそうそう追い抜かれちゃうんで、まあ、確定じゃないけど、はい、まあまあアドバンテージはあるかなっていう、うん、でセンター西川遼確定はい
もう確定ですね、そこは。あと外国人見とこう。外国人は内野手のクロン、ファーストサード、はい、じゃあそこでまあもうじゃ あれだね、堂林、松山、クロンで勝負だね、はい、だからサバイバルだね。そうですね、そこも、うん、で、あとはじゃあでもクロンもう来日してて決まってるんですよ、うん、だからもうクロンはほぼ確定ですよね、出るのね、出るの4番候補だしね、はい、そう考えたら、うん、松山と堂林の勝負だねっていうことになる可能性ありますよね、うん、松山が勝ったらサードクロン、はい、堂林が勝ったらクロンファーストっていう感じ、ね、的なのもありえるね、はい、おう、うん、じゃあそこ高いレベルのハーフマラソンで勝負だね、みんなもう短距離走で、あとレフト、はい、レフトが空いてるな、誰になるか、野間、長野、うぐさ、レフトがサバイバルか、去年野間選手が結構出てたんでしたっけ、うん、だから いっぱい出てたよ、いろんな選手が、うん、ピレラが出てた、レフトはだピレラいなくなったから、はい、レフトサバイバル、おー、あ、一番、はい、もう門開いてます、はい、はい、門番いない、入りやすい、だもう絶対ノーサバイバルは、はい、センター西川、ライト鈴木、セカンド菊池はもうノーサバイバル、はい、うん、で、まあ、田中康介は、まあ、ほぼ決まってるけど頑張んないと負けちゃうよっていうね、うんうん、結婚した小園とかにね、はい、であとサードファーストは、うん、外国人問題が来てちょっと激化だねみたいな、はい、でキャッチャーは相澤だろうけど、うん、坂倉みたいな、はい、だからもうガチサバイバルはレフト、はい、オンリー、うん、オンリー、うわー、結構あれだね、うん、ないね、はい、であとピッチャーは外国人はスコット・フランソワ、うん、バード、はい、ネバラスカスっていうところがね、多いですね、はい、うん、あのでも来日は不透明って言ってますけど、ピッチャーの絶対決まってるのは、はい、まあ、大瀬良ね、うん、栗、はい、森下、はい、は 100% だね、うん、まあ、あとはまあ床田とか、うん、野村とか、まあ、どこまで入ってくるかなっていう、で中継ぎがね、はい、あんまりいないから、うん、だからピッチャーは6、7人いるよ、いいですね、うん、だからどっちかっていうとピッチャーチャンスよ、はい、そういった面でもどこまでね頑張れるか、アドアとかね、新人のね投手とかも入りますし、山口とか、あ、そう、はい、栗林くんですね、うん、そう、はい、だ前やるのか後ろやるのか分かんないけど、うん、そこら辺もチャンスあるしね、はい、でまあ中村とかね、うん、の頑張りもあるし、はい、あ、堀江は確定だね、うん、堀江菊池もうちょっと防御率下げたよね、うん、中崎の復活も大事だし、はい、ピッチャーは6、7人あるね、うん、サバイバルだね、でも野手が本当に空いてないですね、野手空いてない、うん、ちょっとここは、はい、頑張りどころだと思うね、うん、はい、さあ、というところで、はい、オリックスはね杉本で勝負してほしい、あ、私もね、青学なんで応援してるんですよ、うん、俺も徳島なんで、あ、そうなん、そうなん、徳島から青学、うん、杉本を勝負してほしい、はい、あとね、あの宮城君、はい、去年もいい形できたから、うん、ちょっと最初負け込むかも分かんないけど、うん、ちょっとあの育てるためにも先発の5、6番手ぐらいでちょっと勝負して、ね、うんうん、日程によっては一周空いてもいいけど、はい、ピッチャー宮城君とか、うん、あの杉本でちょっと勝負してほしいですね、うん、見たいです ね、はい、あと広島、うん、広島はね栗林はもう絶対多分行くと思うの、うん、ドラフト1位だから、はい、森下に次いで2年連続新人を多分取りに行くと思うんだけども、うん、はい、そうやな、俺の好みで言うとケブナをしっかり使ってほしいよね、ケブナ、はい、俺なんか安定してて良さそうなの、うんうん、そうなんですか、うん、だからまあ先発か中継ぎかどっちか長いイニングもいけるから、もう思い切って先発で、はい、そう育ててみて、はい、思い切ってどうやっていうところもあるんだけど、はい、俺はケブナ推し、はい、あとはもうあの坂倉に頑張れよって言いたい、はい、相澤選手を追い越せと、うん、そう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 、うんうん、だそこをちょっと我慢して踏ん張ってもらいたいなって思うんですけど、はい、まあキャンプオープン戦を見てどうなるかだね、はい、そうですね、楽しみですね、うん、だ何気に、うん、オリックスはもう本当、オリックスは本当に頑張って選手、はい、今は本当レギュラーになれる大チャンスだ、うん、あと広島はピッチャー陣だね、はい、まあ、チームの課題もそこだからね、うん、そういった面でも、まあ、今挙げた選手もあれですけどね、はい、開幕するために誰が名を連ねるのか楽しみですね、はい。